アリエル・ラミレスはアルゼンチンのサンタフェ生まれの作曲家。サンタフェでピアノの勉強を始めてからほどなくしてラミレスは山岳地帯のガウチョやクリオーリョの音楽に魅せられる。コルドバで引き続き音楽の勉強を続けていた時アルゼンチンの誇るフォルクローレカシュア・タウアルパ・ユパンキと出会う。ユパンキのアドバイスでカラの提案の後で彼はノルデスチを訪ね 南米の伝統的なリズムを研究する。一方でアカデミックな勉強も続け、同じ時期、ブエノスアイレスのアルゼンチン国立高等音楽院で作曲法を学ぶ。そして、1946年、RCA で最初のレコーディングを行った。1950年から1954年にかけて、彼はマドリード、ローマ、ウィーンに渡り、 クラシック音楽の勉強をする。帰国してからは、400曲を超えるフォルクローレや流行歌を採取し、アリエル・ラミレスフォルクローレ楽団を結成する。テノール、混声合唱、打楽器、鍵盤楽器とアンデスの民族楽器のためのミサ曲、ミサ・クリオージャは、彼の最も有名な作品である。ミサ曲ではあるが、リズムは、チャカレーラ、カルナバリート、エスティロ・パンペアーノといった、 南米の伝統的リズムに基づいている。歌詞も第二バチカン公会議で使用が認められた現代語で書かれている。1963年から翌1964年にかけて作曲され、1964年にラミレス自身が監督ロスフロンテリーソス演奏でフィリップスで録音された。初演以後しばらく公演されなかったが、 1967年にはドイツのデュッセルドルフでの公演を皮切りにヨーロッパツアーが行われパウロ6世の前でラミレス自身により演奏された。曲は一躍有名になりヨルゴス・ダラーラス、ホセ・カレーラス、メルセデス・ソーサをソリストに迎えた録音が相次いで行われる。1990年代にはロンドンのロイヤルフェスティバルホールでも公演された。 1998年には東京サントリーホールで公演されている。この時のピアノ演奏はアリエル・ラミレス本人である。また、フェリックス・ルーナの作詞、メルセデス・ソーサの歌による組曲ムヘレス・アーゲンティーノスも代表的な作品である。ラミレスはアルゼンチンを音楽著作権協会の会長を務めていた。2010年2月18日、廃炎のために成拠。 八十八歳没、など、ありがとうございます。